Peace. モフさんとおじやんのゲーム実況始まるよ。今回は14初見実況ミューズへ和平となるか幻想水湖伝アイアイ TSP RETR をレトロゲームになります。オッケー、では始めます。クボモフさんとおじやんです。本日もよろしくお願いします。幻想水湖伝。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。幻想水湖伝2 PSP 版やっていきます。前回は、戦争ですね。戦争をやってる、まずリドリーを救出しようと思ったんですけど、まあ、一戦目はリドリー、一旦目で殺されました。まあ、殺されたっていうか、まあ、やられまして、で、捕まったっていうのはあれですね。で、二戦目に関しては、トゥーカが攻めてきて、どういう流れになったんだっけな。ルカが攻めてきて、で、結局、あれですね、退却したんですよね、多分ね。で、その後に、リドリーが帰ってきたんですね。リドリーが帰ってきて、で、まあ、あれですね、チャコのおかげですね。チャコのおかげで帰ってきて、まあ、なんとか復帰したというのがですね。で、その後に、あれですね、パーティー、3パーティー組んで、カラエ君パーティーと、ビクトルパーティーと、フリックパーティーですね。で、やって、ルカの3連戦ですね。まあそこはきつかったっすね。いや、もうだって使えないキャラクターばっかだったんで、きつかったっすね。まあフリックパーティーでまずやって、ビクトルパーティーでやって、最後に、カラエ君パーティーでやって、まあなんとか、そこは乗り越えて、で、その後ルカは逃げたんですね。逃げて追いかけて、まあ、兵士との戦闘もあったんですけど、追いかけた後に、木の下で、矢を撃たれて、重傷になって、最後に一騎打ちで勝つっていう流れですね。ルカは見事に討伐しました。で、その時点で上位が、皇后になったっていう流れになっていますね。で、まあ、それなんで、和平を、和議を、なんかミューズを行うっていう流れになってたのかな。で、ミューズに向かうっていう流れになっています。というわけでやっていきましょう。で、あれですね。前回の宿題だったかな。ですね。バラの胸飾り、バラの胸飾り買いました。めちゃくちゃ苦労しましたね。ですね。いや、まあやり方としては、道具屋に話すと抽選が始まるっぽいんで、道具屋に話さずに最後に道具屋に話したタイミングで2、30分待って、で、セーブをしますと。で、で、道具屋に話してなかったらロード、話してロードっていうのが、まあ、結構10回ぐらいやったかな。やってなんとか出たっていう感じですね。いや、しんどかった。というわけで、これを、ラダトンのやつに渡してきます。なんかあれですね、QA とかも結構上がってますね。バラの耳かなり取れないんですけど、みたいな。結構上がってます。その対策はいくつか書いてありましたね。まあ、サイトによって違うんで、あれですね。多分、これが言ったやり方がベストなのかなっていう感じですね。2、30分待つってのは結構重要だと思うんで。なんか中その道具屋に話した時点で抽選が始まっちゃうからね。
と、ララとラルです。終わったらもうすぐミューズ向かいましょうか。というわけで今日、まあ、今10時ぐらいなんで、まあ2回ぐらい頑張りますね、最低でも。もう元気あったら3回一気にやっちゃうかもしれないですけどね。さあ、まあちょっとそれはあまり期待しないで。ただ今日結構元気です。明日の飯とかも結構がっつり買ってきました。肉とか明日はまた鍋にしようかなって感じ。まあ肉とか玉ねぎとかそういうのを買ってきたっていう感じですね。我が心臓、その後のこの心臓を聞いて、あ、なんかなんとか、私はっていうことで、これのことですか？これですか？それは、少年これをどこで、いや、それよりその、この人は私に譲ってはくれないか。金や、金などで、もらえる、払えるものではない。その私ができるなら何でもしてあげよう。何回回っても。これ、お金にすると6万もらえるっぽいけど仲間にならないっぽいですね。なんで、仲間になってにしますし。仲間？仲間です。もちろん、もちろんです。いや、少年はあんたすねよ。と3回回っては、ひどいっすよ。本当にやりそうっすよね。もちろんです。この死の友のためならいかなる犠牲も払いましょう。友達になります。すげえ試したいっすね。すげえ試したいな。これちょっと番外編としてやるかもしんないですね。もしかしたら。あれっすか、違う場所に整備しとこうかな。いや、しかも外さなきゃいけないけど、めんどくせえな。いや、もう、バイソン外したくないんですけどね。やっぱチャコの件をちょっととっととどうにかして、普通のパーティー組めるようにしとかないとですね。ちなみにチャコのレベル今38か。まあまあですね。まあレベルは一切してないですからね。担々麺、担々麺で、さ、この主人公の担々麺、そうっすね。とか、それ忘れてました。それもやってます、ね。前回の主人公スタンタンメン、を、仲間にできる状態までやってますね。はい、まあ、子供が、なんか、山賊かなんかに、さらわれたんで、救いに行こうとしたら、ワームとの寄戦となったっていう感じです、ね。で、その後に、ブレッドミンスターに行って、レパントに会話したんですけどね。あったりだとか、あと、なんすか、その家で、担々麺の家で、ごちそうになったっていう感じですね。じゃあ、いや、でもお前を使う機会はねえよ。GKEO は強いんですけどね。2枠持ってかれるんで。もう一人なんか見ましたよね。鳥みたいな。鳥みたいなのどこにいるんだろう。鳥がどこにいるかわかんないっすね。これか、これだ。二人分いります。やっぱそうですね。あ、やっぱこっちも強いんだ。すごいっすね、攻撃力。272とか。こっちはもうさらに上ですもんね。すげえな。アイリーさん。じゃあ、これ早速行きましょうか。なんか良さそうですね。バレリアさんはやっぱ総合能力が高いっぽいんで、連れてるっていう感じで行きたいですね。有田さんはもうしばらくいらない。っていう流れで行きましょう。よし、どっか一番。3回回ってはちょっと確認したいですけど。いや、もう仲間になるかどうかっすよね。仲間にならない可能性は高いっすね。3回回っても。船で行くって流れになったんで、船着き場に行かなきゃいけないか。前だとここでしたよね、ここ。なんかあったんですかね。こっちとか行ってみましょうか、たまに。
族は待ってないんですね。アホイ、こんなとこにいるんだ。なんでこんなとこにいるんだ。こういうとこが好きなんですね。じゃあ、船着き場はこっちで。ここ何でしたっけ？ここ何だ？これ何ですか？あ、牢屋か。牢屋だ。やっぱ行っときましょうか。そうですね。ちょっと、レベル3の回ってないとこ全部回ろっかな。おい。言いますよね。急に。かっこよく終わっちゃうし。結局、レベル4になってると全部回るんだ。で、ですね、1の、6配信でやった仲間集めと、レベル4の城の、ま、周りですね。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからジョイフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。まあ、YouTube とかの随時上げてるってなんだろう。YouTube の場合は、まあ、そのパートでちゃんと出すような流れになりますね。スイッチに関しては、まあ、さっきあげたっていう感じです。ざっとでいいっすね。フリード。滝。このおばちゃんもあれか。ミューズまで行ってくれんか。そうだね。忘れ物しちゃダメだよ。ん？何？ああ、そっか。なんかあれか。場所、次に行く場所とか教えてくれたりするのか。あったね、こんなの。いや、こんなやつもいましたね。存在すら忘れてましたよ。仲間の秘密を教えて。じゃあ、どうしよっかね。今回は。今回、バリアさんの秘密をちょっと探ってもらいましょうか。お願いする。このハールボイルダンジ、一文さんにかかったら何でも一つだ。ストーカーも、お手の物さ。というわけで、ストーカーよろしくお願いします。やっぱ、ホモアン先生か。ああ、これ医者ですね。はい。いや、やっぱ、久々に来たら全然変わってますね。人の配置とか。こんなに広かったっけっていう。あ、これ賭けです。こんなとこでやってんじゃねえよ。隠れすぎでしょ。やらないやらないです。いや、ちょっといい。キャンセルできねえじゃねえかよ。ふざけんなよ。強制かよ。やめとくよ。これでいいのか。いやー、ちょっといい。しかも、やらねえとダメじゃねえ。マジ意味わかんねえ。キャンセル。いやー。いや、もう負けてないんだよ、キャンセル。5とか出してるし。そりゃ勝てるわ。金先にはなりますけどね。今更、あれですね。多分9000ぐらいしかかけないと思うんで。今更それぐらいかけて倍もらってもしょうがないですよね。もう、だって、あそこの敵が1万3000とかくれますもんね。トランペローか。わおと青も、あれっすね。いるんだ。ハミューとかっすね。はい。ハミューとマイストロです。広いっすね。フィックス、テンガール。あ、フリックとビクトールの部屋があるわ。なるほど。こんなとこにあるんだ。まあ、弊社って言ってましたもんね、こっち側。もっと
近くでいいんじゃない、ミスコロとか。あったみたいな、カラエ君の部屋とか。一人だけウィッチっすもんね、カラエ君。5階にあるっていう。個室みたいなのがあるもんね。あ、しかもさらに左行けるんだ。おっと、いましたね、ジークリー。こんなとこ。他の入り口に繋がってるとこっすかね。あ、そうっすね。事件だ。いやー、こんなとこあったの？道場みたいなのです。うわー、なんかやってる。若者か。で、こっちがさっきのとこに繋がってる感じですかね。あ、そうですね。よし、すいません。お待たせしました。行きましょう。このゲームはこういうのも楽しみながらやりたいですね。せっかくのこんな広い拠点で。そうそうないっすかね、こんなに広い拠点で、があるゲームで。しかも108人仲間がいる。普通のすごいことね。普通の NPC も混じってるからね。結構な人の数になってますよ、これ。しかも大砲がこんなとこにいるし、大砲。いや、やらねえよ、ちょっと待って、やらねえよ、ひでえ。あいつは釣りの方、釣りができんだ。わからないか教えて。釣り竿はここにあるやつを使っていいんだけど、餌は1回ごとに100ぼっち。釣ったものは料理の材料付けちゃ、あ、書いてあります。ああ、そういうことね。なるほど。待ってもいいんだ、投げたら。物がかかったら、丸ボタンを引いて、引く力を上げます。緑のゲージが変わるくんの引く力、この獲物の引く力の範囲に合わせる。獲物が、得だった目に引く力か悪魔か合わせてくださいよと。悪くなった時は悪魔の力強すぎる時ですと。なるほどね。なるほどね。はい。まあ、休みやってみましょうか。でも、金がある時は嫌なんですよ。いいっすよ。これはおしっぱでいいのかな。ああ、なるほどね。はいはい。なるほど。まあ、連打したら上に上がっちゃいました。言いますか、はい、いいえっての画面切り替わる前に入れてほしいですよね。急に始まるもんな。なるほどね。はい、いけたいけた。こんな連打しすぎない程度に連打するっていう感じです。そしたら楽さです。よし、まあいいや。何が強いかなんてかなり人間だと思う。
じゃあ行きましょう。これ全部回ったんで、次会話するときはレベル4になったりですね。まあ、どっかでやるんですね。人数なんでこっちっすよね。そっか、あれか、水飛べない状態なんだ。だから行くしかないんだ、地域。この悩みはどう？原始、それが知りまがす。心すらにかめ。瞑想中に失礼。なかはならねえんだから。カラエ君ですね。上位様より知らせが来ております。どうぞお通りください。随分と丁重だこと。さあ、上位に会いましょうか。モフ王子です。現在配信を頑張っておりますが、年のせいか仕事で体力を使ってしまうので、その後の飯食った後に仮眠を取らないとしんどいです。年のせいというか運動しないといかんですよね。ちなみにこの時点で仲間にはならないです。ニュースに向かいましょう。はいないんですよ。あ、兵士はいいのか。うん、ここに来るの久しぶりだね。ああ。ねえねえ、ここだよね。私とカラエ君が上位のことを待ったの。うん。何用ですかな、お嬢さん。うわ、びっくりした。突然話しかけないで。私はグリーンヒル市、師匠代行テレーズ。こちらはチャーシュー麺軍リーダー、カラエ君様です。王国軍との和議のために来ました。これは失礼しました。上位様へとジョーストンのおかないとギバーにおられます。どうぞお通りください。ここはミューズか。でっかいな。よし、ちょっと見物に行ってくるよ。どこ行くの？これはなんか作戦なんでしょうね。州からなんか言われてるんでしょう。迷子になる年もないですし、大丈夫でしょう。それでも2番行きましょう。非常か。まあ、これも入れないですね。うん。行きましょう。敵もいなそうっすね。BGM がもうね、怪しい場面ですよね。とても和気をする流れの BGM じゃねえよ。うん、カラエ君様とテレス様です。お待ちしておりました。どうぞお入りください。わかりました。行きましょう、カラエ君様。カラエ君様、テレス様、まっすぐにお進みください。上位様、奥でお待ちです。さあ、来たね。上位と対面。久しぶりだね。カラエ君、ナナミ。上位、本当に上位なの。元気にしてた。ああ、そうそう。名前は変わっちゃったけどね。上位ブライトと。カラエ君、君は元気にしてたかい？ああ、元気だよ。よかった。これは和議の、話し合いということでしたが、とてもそんな準備をされているようには思えませんが、どういうことかしら。もちろんこれは、和議のための場です。あなた方は全面的に降伏するという形ではありますか。やっぱりかい。もう早速じゃねえか。何を言ってるんですか。それではまるで。上位、どうして上位、これはどういうこと。上位はルカ・ブライトを倒すために戦いを終わらせるためにハイランド区に入ったんじゃないの。そのために私たちを置いて。そうだよ、ナナミ。でもね、世界は僕らが思っていたのと簡単ではないんだ。早くお願いだ。ここで僕の前、ハイランド軍門に入ってくれ。そうでなければ。なんでルカブライトを倒せばそれで。
まあ、最悪だ。それであなたの望みは叶わないということですね。そして、断ればあの弓が一斉になるということかしら。いやー、これ、チャコがなんかしてくれるでしょ。すまない、カラエトンならに。ハイランド軍の指揮官となり、カラエトン、君はチャーシューメン軍のリーダーとなった。今、幼馴染としてではなく、それぞれの立場の人間として君と。ああ、あれかな？ビクトールとかも尾行してるって流れですよね、多分。我々に攻撃してくれないか、カラエトン。それはできない。君を返すわけにはいかないんだ、お願いだ。それはできない。この戦いはルカ・ブライトと僕の戦いじゃない。もっと大きなものの戦い。もう分かったりするしかないんですね。頼む、カラリ君。分かってくれと言わないが、君を失いたくはない、カラリ君。これは強情な仕方ありませんね。まあ、こうなりますね。そうはいくかよ。来た来た。ああ、来た。ビクトール来たね。オッケーオッケー。やっぱり来ると思ってたよ。オッケーオッケー。いいか。なぜここに。うん。逃げるぞ、カラリ君。逃がすものか。弓を。まあ、待て、撃つな。何故に、ジョイド。すまない、すまない。しかし、この子のピリカの前で、いたずらに戦いを長引かせるだけです。わかっている。お、喋ったね。ピリカ。声が。ジョイ、お兄ちゃん。やっと会えたね。寂しかったよ。寂しかったよ。いやー、ここで喋れるようになるんだ。こっちだ、早くしろ。待って、ピリカ。ダメだ、その命令は聞けないぜ。ピリカはじゃあしばらくあっちが、上位側に行くってこと。もともと上位に懐いてたんですよね、ピリカって。いや、ちょっとね、ビクトール、ちょっと待ってね。5人、あ、こっち今5人しかいないんで、こっちで行くか。うん、これでいいですね。大列とかへの師匠の子ですね。ああ、まあ、敵が出てくる。なんかその時計が出てくるんでしょうね。トゥン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 。いや、この BGM いいっすよね。あれだ、カラエ君の手入れてた。逃がすな。さあ、来た。まあ、ボスいると思うんだけどな。どうしてっていいのかな。まあ、6時のやつ行きましょうか。マイカス兄弟です。協力攻撃を使える組み合わせの方がいいんでしょう。パスミとかみたいな。しかし、ビクトールとフリックを入れとけば協力攻撃できるんでしたっけ。昇竜拳。落ちてくるタイミングで、あれですね、昇竜拳やるって。素晴らしい技っすね。いや、なんか、ななみしかできないんだけど。ななみとかあれですね。通常エンカウントする。
いやー、火を覚えといてよかったっすね。レッカーにしたいっすけどね。どっかの掘り出し本出そうっすけどね、レッカーに関しては。かとあと雷の上位版も欲しいですね。この辺がゲットできればほぼ最低。ほらこっちこっち、お前らなんかに捕まったりしないようだ。待て、レバーを返せ。やだよ、これを返したら扉閉められちゃうじゃないか。周軍師に聞いてきたのか。この辺も咲くんだ。カレイ君やってきたか。さあ逃げようぜ。この時扉開いて、開けといたから。待て、このガキ。お前ら。チャーシューメングリーダー、カワイ君さんご一個だぜ。やるかい。モフモチです。窓を開けると、さあ、急いで急いで。お前らに済まさないけど、立派な足がある。いや、マジで、シュー天才っすね。シューの、マジで天才だわ。もう、ここまで見抜いてやってますからね。いや、遅かったね。待ちくたびれて。何言ってやがる。しかし、なんとか逃げ切れそうですね。ミキトールさん、なんでここに、これにピーガちゃんの？ああ、シューのやつだな。あいつにはこうなるのが分かっていたんだね。うん。カラエ君との心にしこりを残さないためにって言った。それより逃げるぞ。フリックは軍勢を率いてトドの村で迎えに来るはずだ。じゃあ、ピーガちゃんを連れてきたのね。行こうぜ。追いつかれてたら厄介だ。あ、待って待って。よし、着いたぜ、リーダー。しかし、シューの言う通り、ミューズの東にほとんど敵はいなかったが、冷や汗もんだった。さあと、俺は先に戻ってる。ゆっくり風呂でも入りたい気分だろ。俺は腹が減った。これはセーブするか。すっていなくなってる。いつも6人にしてからですね。いや、フリックいねえし。めんどくせえ。とりあえず行くとおりにしとくか。とりあえず。この状態でやれんと思う。何もないんで、ここでいいっすね。はい。オブジェしてかかわらずの、ビクトールとフリックがよくやってくれました。ピーカちゃん、どうしてピーカちゃん？それが必要だったからだ。あんな小さなこの棒道具みたいに使って、ああ、まあそうですね。これは怒りますよね。許せない。許せない、許せない。許してもらうのだと思っていない。うん。カラエ君殿、あなたも私を恨んでよろしいのですよ。あなたが必要とされていることをお忘れにならないようにお願いします。私はあなたを守るためのいかなる命も受けましょう。これ何どうなるんでしょうね。どっちに行けばいいんでしょう。こっちですかね。違うな。ってことはあれかな。屋上っすか。あう、間違えた。戻すのとかどうか
あ、怒られたの。心配してくれたの。大丈夫。大丈夫って、私はいつでも元気だから。こう。大丈夫なんだ。てんてんてん。もしかしたら、ピーカちゃんは上位のところに戻れてよかったのかもしれない。上位に会いたがってきたし。そうだね。喋るようになったから。だいぶ広くなったの。これで、カラエ君が行かれなくても大丈夫。行かれなくても大丈夫。いや、もうそんな時期はないですね。ちなみに、この、結局誰が寝てんだよって話ですけどね。二つベッドがあるの。すごい二つベッドがあるの気になりますけどね。でこれで、また2階に行くってのがあるんですね。違うんかい。いなくなってるやんけ。いやー、このまた入り口に行けっていうのはあれですかね。で、いつもここでイベント発生しますね。だけど、やっとそう。ほらほら、どけどけ。おや、急いでるんだぜ。ちょっと時間がないってね。またまた新キャラ来ましたね。こういう。なあ、おい誰か知らねえか。ここにカラキ君ってやつがいるんだ。そいつに会わなきゃならねえんだよ。いや、いるよ、ほんに。あんたがカラキ君って。赤い服に年、背格好の聞いた通りだ。そうだよ。そうだよ。本当かい？これはついてる。よし、これで兄貴たちを助けられるぞ。お、なあ、カラキ君。あんたに食べ物いいよ。あ、いけねえ。あんたに言われてたのに忘れるとこだった。その、礼儀だな。おいら、いや、拙者、いや、それがし。めんどくせえ。おいら、ティントの北に、ようか、構える。宝龍山三兄弟の、末っ子の、ゆう、こういうと申しやす。でこちらにおわしなさ、カラクン様々に、我らの願いをお聞き届けていただきたく参上いたしました。どうかどうか兄貴たちをお助けください。この通りでございます。それでカラクンに頼みってどういうことなのか。それが聞いてください。おいらたち、刀流山の三兄弟、ギジムの兄貴と老縁の兄貴。やったら名前ですね。おいらも、ティントの北、気ままに暮らしていたんですか、ね。オーク帝国の中なんだかって奴らにグリーンヒルを占領して、オイラたちに縄張り荒らしを始めたってのが、グリーンヒルに行くって流れですかね、もしかして。こっちも指加えて見てるわけにもいかねえので、奴らを追い出そうって言ったわけだ。僕はな、この流れで刀流山のオイラたちだ。奴らは一度は逃げていっちまったんだ。これでせいせいしたぜ、と思ったときだ。どこの奴らは攻めてきやがった。あれはなんだろうな、青白い顔した死人みたいなのが襲ってきやがる。ちょこっと切ったくらいじゃ死なねえし、痛いと言ってほしい。あ、ちょっと待って。これは、ネクロード関連ですかね。まさかゾンビか。来たね。おう、そうそう、マルロのやつはそんなこと言ってたら、全くこっちも手上げさ。そこでオイラはここまで来たってわけだ。この、こういうが頭を下げてたのです。いやー、じゃあビクトリー連れてく流れですね、これ。こちらにおわしてまるぜ。カラギンさんのために我らの願いを聞いておいていただきます。参上いたしました。どうかどうか兄貴たちをお助けください。この通りでございます。ゾンビ、ネクロードか。暁帝国で起こったモンの紋章、戦争でネクロードはゾンビを作り、兵士として使っていたから多分そうでしょう。軍師さんよ、これは確かめる必要があるですね。ネクロードの奴が山賊の縄張り一つを狙っていると思い、狙いはティントであろう。しかし、うかつに軍は出せないな。病に大軍出すな、本命。なに、俺とカラエ君で十分さ。いいだろ、カラエ君。どうしようかな。どうかな。ありがとう。噂のカラエ君様をおいでくさるときは、みんな奮い立つってもんさ。最後まで俺らが案内いたします。まずは、レイクウィストの南西、滝口の村へ行きましょう。いい道路来た。こういう46。ああ、なかなか強いですね。46なんだ。1、2、3、4、5だから、ここでいいですね。ああ、これでいいですかね。とりあえず。投稿者にもできんのか。なんで一人減ってんのかよくわかんないけど。誰が減ってんのか。ははは。チャコの本になってんのか。なかなかできたじゃん。よっしゃ、行こうぜ、カラー君。吸血鬼退治。ああ、ちょっとビクトル、このメンツで行くのか。このメンツで行くのか。
った。こういう同行者にすればよかったっすね。中二さん止めないの？荒井くんが止めて思いとどまるような人間なら俺ここにいる理由はない。危ない目に合わす気がないかな。いやー、まさかのネクロード編がまた来ましたね。荒井くん、まさかこの私を置いていこうなんて思ってないでしょうね。ネクロードとかいうあの変なおっさんをやっつけに行くんでしょ。絶対と私も一緒に行くからね。連れてかねえとダメかな。でしょうね。ちょっと連れてかねえとダメなんだ。しょうがないですね。もちろん連れていく。やっとお姉ちゃんが一緒だからもう安心してるから。お姉ちゃん。ってことは、カラリ君さんの姉さんってことですか？てん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 。いや、ちょっと待って。ちょっとこういう。うわぁ、固定メンバーしんどいこれ。いやぁ、しんどいなぁ。いやぁ、どうすか、今回オーラ外そうかな。無法事です。現在配信を頑張っておりますが、年のせいか仕事で体力を使ってしまうので、その後の飯食った後に仮眠を取らないとしんどいです。年のせいというか運動しないといかんですよね。いや、一回ここ外しましょうか。しょうがないです。で、先に行っている。で、ヒットポイント高えのは変わらずですね。そう、いやー、しんどいっすね、このパーティー。いやー、しんどいな。ちょっとまず、鍛冶屋行きましょうか、とりあえず。しんどすぎる。うん、そうっすね。ビクトーも強くしていかないと、ちょっとやばいっすね、これ。入口は行けるのかな？ありますね。あるわ。まずは草水って、鍛冶屋に寄っていきましょう。スンスンスン。どうすね。いやー、こいつ子じゃねえけど、めっちゃ弱いじゃねえけど。いやー、こいつは使えねえな。いや、金が余裕で足りてるところが面白いですね、この辺まで。オッケー。この状態一回変えて、で、入り口に行きましょう。まずあの、板書を抜けましょう。まあ、オイラに任せておいてください。あ、これで新しいところに行けるようになるのか。なるほどね。ただ、新しい防具とかも出てくる流れになりそうですね。こっちはなんか前買ったような気がしますね。右下の建物の木箱。ここですか。いや、調べらんねえじゃねえか。なんだよ、ここ。家の中でいいの？こんなか、当たりを探さないといけない。これか。オッケー。
で、拳は買ってると思うんで、いないっすね。これよりさっきはティントの領土となる。今は何者に言えてはならんと命令が出ている。通すわけにはいかん。おいおい、そりゃねえだろ、黒刀。あんたの母ちゃんが言えた民心。うん、あの時のねえと金を栄養を足してやったことが忘れちゃいねえだろ。ああ、これは有効優さん。お久しぶりです。あの時ありがとうございました。なあ、頼むぜ。こっちはおいらの客人なんだ。まあ、見逃すっていうわけじゃないっす。あんたも日がない、一日ここにいるのも、大変だろ。どうだい、ちょっと休んじゃう。ではちょいと用を足しに行ってきますので。うまいっすね。カラエくん様、急がれましたよ。アンジたちは心配だ。モードが窓セット2を落としますですね。まあ落としたらラッキーっていう感じにしときましょうか。もっと横スクロール。ね、これ斬新ですね。横スクロールだよ。右の道を行くと、オイラたちの縄張りにつきやす。まっすぐ行くとティントに出ますが、今は寄り道してる駅間はないんでね。ティントには今は行けないっていう流れですね。わかんないですね。まあ、まずこっち行ってみましょうか。いや、どっちかが高く来た。うーん。はい、じゃあ、95。すごいじゃん。いやー、せめてなんか3桁当たってほしいですね、最低の。じゃないと、そう、倒せねえって。いやー、魔法飛んでんだ、こいつは不思議だ。あいつは2回攻撃する。レベル不足なんですよね。ポイは46なんで上げる必要ねえけど。41っすもんね。マスターローブ来た。オーケーなんで、誰なんだ、この辺ですか。いけるわ。やっぱすげえな、23も上がるで。恐ろしいローブだ。一緒つけてくれよかったっすかね。投稿者に入れ替えができるといいんですけどね。自由に。それができないのかな、このゲームね。残念なんですよ。あれミスったんだ。速さが 1.5 倍のだけですもんね。次いんのかなあ。ああ、嘘だろ、まさか。なんか出てきましたね。山賊こういうじゃねえか。義人の兄貴、まさか。全く面目ねえで、奴はしばらく襲ってこないと思ったら突然大群で襲ってきやがって。よく見ろ、あっしらの手下だったやつら混じってるじゃねえか。こんな間にこの運命を振るしかねえな。左右は火を放って、追っ手がからからんように、みちみち、橋を落としながら逃げてきたってわけだ。そういえば、老栄の兄貴はどうした。すまねえ、チージに逃げたもんだからどうなったかわからねえ。まあ、あいつはそう簡単にくたばるとは思えんがな。それで兄貴たちはどこで。
このままじゃ腹のエイト虫が収まらねえからな。ゾンビどもね、ティントに向かってるだし、気に食わねえがティントのグスタブのとこ一緒に戦おうかと思っている。すまねえ、カラエル君。せっかく来ていただいたのに。何、こちらはカラエル君様か。バスにお目にかかります。あっしはギジムというケチな山賊の、盗目でさ、せっかく来ていただいたのに申し訳ありやすせん。あっしはこれからティントに行きますが、カラエル君様一緒に来ていただけますか。あっしは山賊の言うことだけじゃ信じてくれないかもしれないが、あのルカを破ったカラエル君様の言うことなら、グッズタクのやつも聞いてくれるはずですわ。乗りかかった船だしな、カラエル君いい機会だ。ティント行ってみようぜ。自分たちのことになればティントのやつだって知らんふりは知らないけど、うまければ味方に引き入れられるかもしれないからな。ありがてえ、こういう。おめえはカラエル君様とティントにお連れしよう。俺は手下のまとめて、カラーと。わかりやした。早速ティントに行きやしょうぜ、カラーです。お父さんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。畜生、奥には行けないんですかね。あ、これじゃ行けねえんだ。なるほど、ね。じゃあティント行きましょう。いや、しかしパート14でめちゃくちゃ長いっすね、やっぱり。想像以上に長いよ。肉餃子の件なんか完全におまけですからね。だからもうそれ、担々麺のあそこのくだりをもう、あれさ、メインにしてほしかったですね。ネクロードのくだりじゃん。まあ、ミキトールがこの船に出てるからしょうがないんですけど。あくまで担々麺は今作ではおまけ、扱い。だまあ、連れてったら連れてったでめちゃくちゃ強いと思うんで。連れて行きたいんですけどね。仲間、離脱するたんびに、あれですね。パーティーと、外れために、まず、いちいち、あ、そう、グレッグミンスターまで行かないといけないって、かなりめんどくさすぎる。これどっちが正解だろう。こっちでいいのかな。うわ、二つ道あんじゃねえかよ。いや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 、ちょっと待って。いや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 、こっち行ってみるか、一旦。レベルが上がりづらいってことは適正レベルってことでいいんですかね。41とか。そうね。なんだかんだ未開口径をつけてるんで、強いっすね。こういうのをしっかりなんかいろんなキャラにつけていくのがいいのかもしれないですね。しかし、ミキコル全然レベル上がんねえな。しんどいんですけど。行き止まりか。ああ、これなんか焚き火してたんですかね。もしかしたら。ロレントって人でした。名前、さっき言ってた人です。いやー、なんか、バレリアさんが連れてきて正解だった気がしますね。いやー、オーランさん、連れて行きたいですけどね。やっぱ、2回メンツはいないっすね、まず。バレリアさんかもですね、どっかになっちゃってますね。ん？行けねえじゃん、行けたら。違うの出てきた。キラードッグ。あ、いいっす。全然倒せんじゃん。シャリョシャリョ。ビクトリー2回攻撃で倒す。オッケー。
敵は強くないですね。まあ、ビクトーじゃネクロードですね、やっぱり。全体範囲やってきますからね、やつ。来た。小口の村。なんだか、きな臭い雰囲気な。バーション兵士もいねえし、とにかくピンと行きやすいよ。ここから北へ向かえばすぐのはずです。BGM かっこいいっすね。この井戸はね、みんなのための井戸だ。この辺りは水が貴重だからね、みんなの命の井戸と言ってもいいよ。元気に見せたら喜びそう。そんなのだね。あなたにあげたかな？何言ってこのトマトの苗さ、もらってない？じゃああげるよ。俺には、ああ、オッケー。ありがとう、ありがとう。俺はさ、俺のトマトの苗でみんな喜んでくれよ。それで十分なんだ。それじゃあ。俺はグスタフ市長のやり方に反対だ。トランやとグラスランドの土地なんかどうでもいいと思うけど。ヤスさんにはトマトの苗意味をつけてくれる。サースウィンドウがやられたんだってな。まあ、あんな腰抜けどもじゃ、どこに開かないくないって話。うちの息子は難しい話ばかりしてるが、一向に働きはしない。東流山の山賊やられたって聞いたよ。一体誰が？ネクロードです。王国軍の侵攻があったね。取り合いになったけど、今のグラスランド攻めでは必ず勝ってたはずなんだ。おっと、入ってたね。クリーフォン8か。オッケー。本人も戦いばかりで、どうなっていうかさっぱりわかんない。いやちょっと空きを作りたいですね。結構荷物集まってきたな。この戦いいつになったら。クローンの村に攻撃所があるぜ。ティントングラスランドからの品物を揃ってる。ああ、クローンの村はここから西に行ったところ、もっと西と北にどっちにもあんないる。ティントにはマルロさんがいるよ。マルロさん時々歌とかお話を教えてくれ。いや、ここに来てまた村が結構出てくるって流れなんですね。宿に泊まっているあの青白い顔の女は一体綺麗なんだけどな。宿屋にいる。兄ちゃん寝てなきゃいけないし、おばあちゃんお店があるから私が、もう安置だ。本当は僕は頑張らなきゃいけないんだけど。やてやがどこだ。本当ないか？僕はね、チャーシュー麺軍に参加して僕の戦いたんだけど、お父さんのため。スタジオはさっき話したさっき話しました。じゃあ宿屋の見てみましょうか。はい、いらっしゃい。心を込めたサービスはこのモットーですよ。ここにお姉ちゃんいつも寝てばかりだね。これですか？シエロ。スースー。わあ、仲間何年だ。なるほど。やべ、止まっといた方がいいっすよね。止まっとくか。いっか。二つに街があるって感じになるよね。まだいっか。いやー、でもまず西に行ってみますか。うわー、3つありますね、行けると。
これなんだ。わ、ダンジョンだ。ダンジョンちょっと後回しにしましょう。まずは、ここはティントスかね。あ、黒の村か。ティントスならこの黒の村から北東に行ったところにあるよ。東には鉱山の入り口もあるけど、鉱山ギルドの願いは中に入れないよ。いや、防御薬ないっすね。ティントに行けばあるかな。カット動画の体は基本いい食事を取ることで良い体を作る基本である。一緒か。モフおじです。窓を開けるとモフさんが警備してくれるので、うちは安全ですね。私はミューズにおったのじゃが、あの戦乱があってここまで逃げてきたんだ。さっきの村の宝探ししてないですね。道具屋だ。ああ、掘り出し物置いてね。しよう。残念。黒の村の食べ物はもっぱらグラスランドから運ばれるのに頼っています。おじいちゃん作るパンはとっても美味しいんだよ。わしも昔は甲府だったのが事故でな、ね、閉じ込められたことがあるんだ。それ以来山に戻れなくなって、ね、ここは数年は新しい鉱脈が見つからないのです。まずか鉱脈がつきたので、どうさね、鉱山技師を、新しい鉱脈を見つけるのが仕事なの。2回あんのか。私たちグリーンヒルから逃げている。ここに下宿されてもらってるんです。本当にありがたいことだ。グリーンヒルに戻りたいの。なるほど。グリーンヒルは今、攻めら、王国になってますからね。今、ジョイがあんな状態だったんで、もう解放できないですね。もううちらで解放させずに行かないといけないですね。競売があるんだ。あと、ではいいかな。うん、いや、たっけえな、金塊6万かよ。いや、あんたもこの金塊を買い。金塊をどっかでゲットしたら、これ6万で売れますね。僕はまだ学生なんです。まあ、実験中、演習ってやつ。わしは交易商じゃないよ。家にいると邪魔にされるんだ。前のトランキョ王国の進行、サースインの奴らがビビって逃げ出さなきゃ勝てたんだ。この村、ティントの鉱山からの品と西のグランランド、グラスランドからの品の攻撃でなんとか持っているの。俺はティントでは働いてるんだが、今は、里帰りしてるさ。まあ、親孝行してるってさ。いや。あのさ、この野郎。ティントは山に囲まれているから、いくら王国軍といえ簡単には攻めてこれないです。ミューズ市、サースインド市、グリーンヒル市、次は一体どこか。入り口っすかね。違うんだ。
お、来た、天狗。おやおや、こんな山奥にお客さんがいます。私はね、これでも昔はちょっと楽しめた窓職人だった。あ、窓職人来たね。今でも窓セットさえあれば、出前見せられるんだ。あ、窓セット持ってこいっていう流れですかね。なるほどね。うん、こいつね。あともう一人いるんだ。いや、ちょっと仲間にしていきましょうか。村長さんのお酒ですよ。まあ偉い方が見えられた宿代わりにもなるんです。まあ俺の親父が村長です。いらっしゃいませ。私はこのクロムの村の村長を務めております。重要な話じゃないんですね。はいはい、すぐに支度しますから。あれ、あなた村長さんのお客さん？広いね。いつ買うか分からないから、いつでも綺麗にしてこなきゃいけない。結構大変。いや、いいとこ住んでんな、村長。あんたどっから来たんだよ、ハイランド。お、それは、遠いところはご苦労さん。あのね、東の鉱山にこっそり行った時に大きな、穴息を聞いたんだ。きっと化け物がいる。ほっと。こっち行けるもんすね。あ、出口だ。ちょっと。じゃあちょっと一個ずつやっていきましょうか。一回戻りますよ。若葉を連れて行って流れになってるんで、若葉を連れて行きましょうか。外さないといけない。ちょっとやだよ、止まっちゃう、ここで。タイムでやだよ、止まっちゃいますね。こうだったら金かかんないですね。わかります。じゃあ一旦バリアさん外して、わかる。た。うん、一緒に修行しましょう。なんか預けましょう。あと窓セットですね。窓セットも必要。一個確か取りましたよね、一応。一応取ったんで大丈夫ですね、それであれ。あ、この辺も売っちゃっていいのか。ブループレートは、そっか。そうだ、このブループレートあれですね。あれやった時に買ったんですね。胸のやつ。バラの胸のやつ、飾りでした。あれやったところで買いました。2万いくらしたっけな、高かったんで、おそらく強いですね。ただ誰が装備できるかわかんねえ。何かな違うんだ。重装備っぽいんで、鎧とか切れる必要ですかね。絶対無理っすよ。装備できるやつが出てきたら装備させてあげましょう。窓セット。窓セット。
で、ちょっとコツさっき言ってます。取ってないアイテムもあるんで。左下の方で拾う。これだけっすね。これだけは。右下の方か。右下の方で拾う。いや、わかんないです。これか、これだ。いや、これは見えなかったっす。お掃除です。結構雑なタイプの人間だとは思うのですが、朝夜のもふさんのご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。ほんとめんどくさいんで、また一回戻って、行きましょう。黒。一人はこっちにいまして、もう一人どこいんだろう。これっすね、人。おや、こんな山奥にお客さんかな。私も昔はちょっとした難しいと魔導職人になってんで。坊ちゃん持ってるの、それは魔導セットじゃないかね。懐かしいね。坊ちゃんはこの魔導セットを譲ってはもらえませんか。いえ、何ね、少しばかり昔が懐かしいなって。じゃあ代わりに仲間になって。仲間って。おやおや、坊ちゃんはそんな偉い人だったんでびっくりだね。わかりました。坊ちゃんに力を貸しましょう。坊ちゃん呼ばれすんの、あれ以来ですね。アンパンメン以来です。それでは久々に腕を振るとしましょうか。もう一人はどこにいるかわかんない。では入り口だ。いや、それはわかんねえよ。若葉連れてこねえかも。あ、師匠。若葉か。授業を怠ってはいないな。あ、はい。あれ師匠。あれが師匠なんだ。やつめ、どこ行った。あれだけ食っといて金がないなんてふざけるのもいい加減しよう。しかも金払ってねえの。てん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 。どこ行ったんだ。こっちに行きましたよね。これか、これだ。これ、頭が見えてる。あ、師匠。若葉、修行の成果、出ておるような。あ、はい、師匠の言う通り、日々精進しております。ところで師匠はさっき。武道の基本は足にある。それを鍛えることこそ、基本中の基本である。わあ、すごい。当然だ。え？静かにするのか、若葉。探してる。すーげー怒ってます。師匠。気配を断つ修行も兼ねておるんだ。それでも若葉、そこの連れは何者だ。え、あ、そうか。紹介します。チャーシューメン軍のリーダーさん、ポンホ扱いの唐揚げ軍さんです。え、とっても強いんですよ、師匠。あ、師匠、唐揚げくんさん。このロンちゃんちゃん、に攻める隙を見せぬとは。良き師を得て、随分と修行を積んでいますな、若葉。この方はどなただ。さっき言いましたよ。チャーシューメン軍のリーダーさんで、唐揚げくんさんです。なんと、チャーシューメン軍と言ったか。さっきから何回も言ってます。はい、わかった。唐揚げくんどん。では、このロンちゃんちゃんもあなたに力を貸そう。この憲法を世のために生かそうではないか。さて、ローちゃんちゃん。あれか、道場にいるんですかね。若葉、チャーシューメン軍の城は何だった。ネギチャーシュー城ですよ。一回見物に行ったじゃないですか。うん、そうだった。では若葉、お前は、カーリ君殿のもとでその技を見せてもらうべき。幻覚殿の直伝の技は、このローンちゃんちゃんは城へ先に行く。わかった。はい。でも師匠、ご飯代を払わなきゃダメですよ。うん、わかってる。ちょっと借りただけだ。逃げた。逃げんじゃん、結局。すーげえ勢いで走っていきましたね。
ちゃアイテムあんの？アイテムに関して一切書いてねえ。書いてねえからいっか。うん。じゃあこれでちょっと頭を戻していきますね。昔のゲームだけあってこの辺はめんどくさいですよね、ほんとに。PS2 になってちょっとなんか、辛抱してたらいいですね、この辺は。バレリアス。承知した。これで、黒に戻って、進行しましょう。金取りに変わってるからですね。ああ、じゃあ、9個7だな。うん。いや、もういらないんで売りたいんですね。いや、道具屋に行くのもめんどくさい。この道具屋に寄っていくか。掘り出し物あるかも。ない。まあ、そうですね。15分、20分待たないといけない。20分、30分か。待たないといけないですか。玄関都市が金都市山なんですね。お前金都に来るの初めてか。ここは鉱山が山町にくっついてるようなもんだからな。他の場所じゃ見られないものがいろいろあるっすよ。なんだよあんた、チャーシュメン軍のリーダーさんかい。親方じゃなくて師匠ならこの上のでかい建物にいるぜ。坊主、鉱山に危ねえ場所がたくさんあるから近づくぜ。あるわ、あるわ。いやー、買っとくか。買っときましょうか。安いっすね。魔法の、なんかどうしようってんだろうね。怖い怖い。なんか一人仲間がいるっぽいですね。いや、こんなとこない。よくこんなとこまで来たな、ご苦労さん。はいよ、鉱山の男どもよく来るからね。こっちも助かるってもんさ。ちょっとそこ、下にしれっと垂れていたわ。しれっといましたね。鉱山ギルドのさ、グスタンさんさ、一応、師匠ってことになってるから、そっちの方は通りがいいからね。あ、ここ家だ。もういらっしゃい、いいか、音がな、たっぷり食ってたっぷり働いて、強くならなきゃいけないの、わかるか。父さんに会った、若い人を見ると、急に説教を始めるのね。あ、防御ありますね。やっと見つけた。東龍山の山賊やられてたら俺たちは関係ない。あ、掘り出しもねえわ。
いやーこれですね、これだ。いやーこれ上がりますね。これビクトルだっか。考えとネクロド戦があるっての考えるときつくなりそうですよね。あーちょっとバラリアさんこれ強いじゃん。これ買うか。モフさんとおじやんです。先日略称はモフおじで決定しました。よろしくね。じゃあ銀の帽子か。いやたっけえな、金なくなりますねこれ。たっけえ。これですね、これ2のために買うべきかってすげえ怪しいですけど、いやー買うか、買いましょう。スタートでいきます。これすごいですね、これ強いなー。じゃあ僕の名前はアルバート。以前はミューズ市にいたんだけど多くに追い立てられてね、仲間ともバラバラになってしまって、まだ仲間なんで。アルバートさんってアンネイって人を探してみたいですよ。何でもはぐれちゃったぞ。アルバートさん手先が器用なんでね、お寿司より料理がうまいぐらい。なんだ、坊主。珍しいか。こいつはいらない月をこうやって運び出してくれてるんだ。月を運んでるんだ。いや、広いな。ここに立つのは遠くがよく見えた。山に囲まれたティント地だな。俺たちのっちゃ美しいふるさとさ。ラウラって名前の妙な格好した女ですけど、プーリバーの場所を聞いたんで教えてやったんだが、なんか全然違う方へ歩いていって。おじいちゃんはね、昔は有名な設計技師だったんだって。もうこれを見てください。この足の渾身の作者、この設計図さんで、あー、来た来た。ありがとうございます。白馬設計図。なんとか腕のいい彫刻家に合わせてください。足はこれを描き上げただけで満足。基本的にはこれ彫刻家にあげるんだ。設計図の。あ、俺様ね、凄腕の設計技術しよう。隣のじいさんなんか話にならないね。その証拠に俺は、こいつらすげえだ。もうすげえくれました。こいつをどっか腕のいい彫刻家に渡してくれ、きっと役に立つ。いや、両方すごい。ありがとう。ん？うわー、ちょっとこれ登れるんだ。そこの仕掛けは何年も前にアダリーっていう変な男だったと知るもんさ。あんまり近づくのは危険だからさ。山に入れるのは鉱山ギルドに入会しているものだけど、どうぞ近づくね。この鉱山から鉄鉱石とそれから銀なんかちょっとだけだから出るんだ。いや、入れないのか。入れんじゃねえ。普通に入れんじゃねえ。ラウラ。あなた、私は、ラウラ。友人のジーンの家を訪ねたんだけど見つからなくて、ここってトゥーリバーシーですよ。いや、トゥーリバーはここじゃないです。ジーンさんなら僕らのでいいかな。
あ、ジーンのことを知っているの。マスシャイト・ラウラ、ジーンの友人、ジーンにね、札作りの技術を頼まれてここまで来たんだけど。まあ、あなたがチャーシューメグのリーダー。そうなの。じゃあ、その、ネギチャーシュー場にジーンはいるの。じゃあ、場所を教えてもらえる？待って、オッケー、仲間になる感じさ。そう、ありがとう。ちゃんと地図に印もつけたし、大丈夫よ。じゃあ、500回になるけど、よろしくね。ゲイ。いいっすね。ラウラさん、美人っすね。この地図だと絶対迷子になるタイプですよ。トゥーリバーとか言ってたぐらいですから。いや、そっちから行くなよ。こっちから降りろよ。市長のこのギルドホールの中に実は。ちょっと最後にしましょうか。鍛冶屋がありますね。久々に見たな、鍛冶屋。上がんのかな？上がる！来たー！上がるんだ！いやー、ここで来ましたね。いやー、ビクトルにするかな。どうしよっかな。ビクトルにするか、今回は。ネクロードですからね。いや、ちょっと待って、全然金足んねえじゃねえかよ。いやー、ひでえなー。戦いが続いてるんで、こっちも大忙しいですよ。もうぜ、火にあんまり近づくの危ねえから。当然、敵とかで金策できればいいですけどね。鉱山が取れる鉱石のおかげで、ここでいい武器や防具が作れるんですよ。あ、これで防具屋のとこか。海いないっすね。あ、もうこれで全部ですね。って。じゃあ行きましょう。なんで突っかかんの？グスタフの親方は大雑把だけど、鉱山道具と娘さんだけは可愛がってくるわ。整備しないとぶん殴られる。なんだお前ら。俺たちはチャーシューメン軍から来たんだ。師匠のグスタフに会いたいんだわ。何？ちょっと待ってろ。随分とも慌ただしいことですね。こいつは今まで自分たちが攻め込まれるなんて考えてなかったんだ。確かにここは山に囲まれた天然の、妖怪だが、死者の野心、三道の兵道の関係ないだろ。今までてめえらだけノーノーって暮らしてきた。つけってもんだ。ウスター様が会ってくださるそうだ。中へ入って突き当たりの部屋でお待ちだ。早く行け。おはようございます。ここはギルドホールや、ギルドの集会のね、グスタフさんのお家も兼ねていて。これですかね。おう、あんたがチャーシューメン軍のリーダー、カラエ君のほうか。なるほど、噂通り。まあ、少年ではないか。こんな細い腕して、このティントじゃお前さんぐらいの歳ならその倍は太いよね、思う。あ。だから、カラー君殿、あなたみたいな目をした少年を俺は他に知らん。よほど多くのものを見てきたんだろうな。さて、カラー君殿、ここまでいらした要件ですが。はっきり言おう、俺たちと手を組まないか。今までそっちは俺たちのチャーシューメン軍を無視しっぱなしだったが、そんなこと語って言わない。死者の群れがここに迫っているのは知っている。どうだ、手を貸す。よくもまあ、はっきり言うというもんだ。確かに俺たちはチャーシューメン軍に手を貸さなかったのは確かだ。まさか、あんたらあのルカブライトを打ち破るなんて思ってもみなかったからな。しかし今はその力を認めている。敵を前にして援軍は欲しい。カラエ君、我らティントに力を貸してください。一緒に戦いましょう。来た。カラエ君、チャーシューメン軍とはティントの手の組めは、オー君など明日にも叩き出せますね。ははは。それは無理でしょ。すぐにでも支援してらして軍を出してもらおう。まずはゾンビ軍団を兵に潰してやる。あ、これ戦争なんですかね、まず。じゃあ、オイラは一っ走行ってきます。なにこの辺りの山はオイラの庭みたいなものですか。カール君の方にはお部屋を用意しましょう。あの山道を越えて来られたのはうっかりだろう。えい。おい、マルロ。はい、グスタフ。ああ、これで仲間になるんですかね。カール君の方たちも、客部屋にご案内しろ。はい。では、カラエ君様2階へどうぞ。
こちら、客部屋となっております。どうぞおくつろいください。あの、カラグン様って、チャーシュメングのリーダーのカラグン様ですよね。すごいな、あのルカブライトを倒した強い戦士なんですね。僕とほとんど年も変わらないのに、どうしてそんなに強くなれないんですか？僕なんか本ばかり読んでて、力から騎士みんなに馬鹿にされて。僕は強くなんかない。そんな嘘ですよ。やっぱり僕とは違うんですね。みんなを率いるリーダーで怪物みたいな相手を倒せるぐらい強いに。カラグン様って本の中の英雄みたいな。あ、ごめんなさい、変な話しちゃった。変わったといえば、土産に白髪が生えてきたぐらいですね。芸能人見ると50代ぐらいでしょ。疲れた。でもよかったね、カラグン。ミスターさんに怖い人かと思って。話がわかるみたいです。どうする？もう休む。休んじゃっていいの？いや、ちょっと待って、この時点で評価しとけって書いてあります。近いよ。今時間何時だ？1時間半か。ちょっと検索しよっかな。うん、これやばそうっすよね。反応通ってきたの。お疲れし、どうぞお休みください。ピアノまで買わせる。立派なピアノ。ちなみに、アイテムは、パワーリングってのがあるの。それだけ拾ってっか。リリーお嬢さん、好き嫌いが激しいから。あら、ちょっと、いやー、ちょっと出ねえよ。最悪だー。いや、まさかの外に出してもらえないって落ちる。いやー、最悪っすね。もう行かざるを得ねえじゃねえ。いやー、なるほどね。これシナリオが分かれるっぽいですね。はいはい。いやー、まあいっか。はいはい。セーブを分ければいいっすね。とりあえず。ふう、結構疲れたね。もう休もうか。うん。なあね、おねしょすんだよ。誰だ？おーい、起きろ、朝だ。今日は随分と朝寝坊じゃないか。今朝方、リドリーとクラスが着いたぜ。どうやら、竜口村まで来ていたらしいが、手回しのいいことだ。失敗、朝寝坊しちゃった。おはよう、朝だよ、カラエくん。あれ？起きてる？珍しい。リドリーさんやクラスさんが、昨日の部屋に来てみて、行ってみよう、カラエくん。最終調整できねえのかよ。ああ、できた。ああ、よかった。このタイミングでできんだ。ああ、よかった、よかった。なんかあるっていうのは。台車か、これか。うん。これ以上上がれそうっすね、パワーリング。カオベイ強いんじゃないですか。あ、強え。めちゃくちゃ強え。いやー、こう来たか。どうしよっかな。見てもいいっすけど。ちょっと下がるんだな。まあまあ、力がありますから。で、金策っすね。金策をしないと。
で、その状態でセーブして、あれですね。シナリオを2つ両方見れる状態にしたいですね。あれですね、一人足んねえ、一人足んねえ。いや、鬱陶しいね、これ。誰がいねえんだ。ああ、あいつか、あいつか。ああ、なんつう、あいつ逃がしたんだ。じゃあいいや。別や連れてくるわ。いや、ちょっと金少なくねえか。いやー、あっちの方がくれるじゃねえけど。トランのとこも。ちょっと何回か戦闘してみましょう。様子見ましょう。あれ連れてきていいんだ。トゥン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 トゥ。いやー、ランスの帰り。よし、この3つ頑張りましょう。覚えておきますね。ちょっとメモっとくかな。3番にセーブ。15の選択肢。で、ヒント。あ、上がいちゃう可能性高い。基本的にこいつしか出てこない。鉱山とか行ってみるのもあれですね。年間としそうっすね。おー、ダメだよ。ここから先は立ち入りにした。年間とするかどうか確認したいんですけど。年間としないっすね。人がいるからかな。いやー、強くなったな、ビクトル。力プラス20が効いてんのかな。すげえ強く感じます。おっと、こっちはこっちで敵違う。使っちゃっていいか。
モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、ね、拡散などお願いします。いやだめだ、こんな後で金策できんよ。しょぼすぎる。ガントレット、まず変えるか、変えますよ。今とかここが一番稼げるかな。バナナ、めっちゃ見てみ。ない。ないっすよ、この出しも。いや、ロードしないと絶対出ないっすね、こんなの。いいっすね。鎧が出てくる。エンカウントしてほしいときにエンカウントしねえよ。あ、で、最強さ。金策、金策最強。いいね。1万2000。やっぱここっすよね。金策するならここっす。で、まあ、ちょっとええとしたら2時間ぐらいのことをやって、鍛えの宿題にしておきましょう。三点の主人公とビクトールとナナミです、ね。三人を、現状のマックスまで上げたいと思います。だけの感じいいっすね。ちょうどビフトのレベルが低いんでね。せめてたんカラーくん44なんで44まで行きたいですね。こうやってる間に今度はフリックのレベル問題が出てくるんですね。しょうがないですよね。選べねえんだ。おもさん、もう。いや、もう、危ないよ。今、どこさないの。
いいっすね、こう。色味しか出てこないっすね。あ、たまにこういうの。YouTube チャンネルで、ワンピースひたすらずっと、多分1年間流すっていうのやってます。いや、すごいのやってますよね。常になんかですね、10万、昼間とかだと7万ぐらいって言ってて、で、夜になると15万とか。すごいっす。トップの、あれですね。ウソップのあの、あれですよね。あの、ウソップじゃねえか。メリーゴーの別れのシーンか。アンケ19万くらいいました。ウソップ。まあ、あそこやっぱ好き。やっぱいいっすよね、あそこ。メリーゴーの見てるの。と、ですね、ウソップが離脱して、まあいろいろあるっていう感じですね。ウソップは、あれですね、あの、ルフィと決闘を挑んで、あの、とのシーンも泣けますよね。最後に、ソップが、船に戻るときも、あれですね、謝らないと、戻らせてあげないように。結局最後謝って、あれですね、もうルフィが出て、伸びる手で引き戻すっていう流れですね。結構感動しますね。さすがに全部は見えなかったっすね。深夜を挟んでたんで。深夜を挟んでたんで、さすがに全部は見えなかった。多分朝とかもちょっと見て、昼間もちょっと見てって意地悪です。いや、シーケは流さなくていいんじゃないのっていうぐらいの時間帯は普通に流しっぱですから、
まあでもあれですね。結局、ああいうのって、アマゾンプライムに入ってる人は普通にワンピースは見れるな。アマゾンプライムはおすすめですね。まあ、スイッチ、もうやってる人もね、あれさ、おすすめです。スイッチ視聴者のことはおすすめです。サブスクは無料になるんで、一人だけ。違うね、やってきます。面白いっす。もう、100もあった。いや、ゾンビキプル、マジでレベル上がらなすぎだよ。いやー、もうちょい44に下がるぐらいなんですけどね。この組み合わせ初めて見たわ。こんな組み合わせもあるんですね。まさか使うかね。これどっちかもしれない。ボン、上がんねえ。お前一体いつになったら上がんねえ。これ上がりづらいって、この辺やっぱ低レベルが続いてるって感じ。倒してる数が多いんで、まあなんとかレベル上がってるって感じです。ブーン。43になったタイミングに1対1と期待に行きましょうか。結構金も溜まってきた。感じね。もうちょいですね。920キロ。一番うまいっすね。14000くらい。うん、いいね。あかんねんかい。あっち18000くれたわ。バラつきありますね。18000うめえな。いいね。結構確率高くなってきたね。よし。
あ、分かった分かった。OK。じゃあこのタイミングで、機体に行きましょう。加速ねえ、頼むか。めんどくせえ。足りてればこれで。シナリオの別のやつに関しては、別のパートでやります。どっかのタイミング、防御違う、鍛冶屋ですね。そう、期待できますし。いやー、たっけー、13ですかね、今。多いっすね。いや、13なんで、一気に持ってかれんな、カラエくん。さあ、足りるかな。足りるか。あ、足りたわ。なんとか足りたって感じですね。本当は全員鍛えたいぐらいですけど。まあ、一旦これでいいでしょう。はい。宿屋に泊まって、整備して、次回のパートにしましょう。宿屋どこだ？まさかの宿屋だねえの。いや、こうなっちゃうもんね。あれじゃねえ。もう、宿屋ねえのかよ。ここか、ここだ。うん、OK。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。次回はネクロード戦ですね。よろしくお願いします。それでは。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。